はい、くらチャンネルです、今日は仲間内の大会の第2戦目です、初戦は1位3位ぐらいまでに入れればなと思ってます。オープニングを撮る前にすでに事件をやらかしてますけども、頑張っていきたいと思います。では、イエーイすげえ。何で釣ったん？教えられん。嘘。すごいじゃん。すごいね。ネタになったじゃん。ネタになったけど、やっぱり取れてない。取ってたらすげえ面白かったね。オープニング取らんけ、そういうことになる。ほんまや。よいしょ。はい、1本目取ってないけど3勝負。3勝負テキサス。あ、ネットあるよ、俺いる？2個2個ある俺。なんでだろう。本当のこと言うと3つあるけどね。めっちゃちっちゃいやつじゃないだろうね。いやいや、1個はでかいよ。はい、うわ、久々に1本目で釣れた。うん、しかも散々ここでジャバジャバ騒いだ。すいません、ありがとうございます。今年は乗っとるかもしれんけんね、第一戦目から1位じゃけん。はい、まぐれじゃけどね。もうこの前、先週 JB のインタビューをいっぱい聞いたけ、頭でっかちになった。俺がキープキャスト行って帰ってきた時と一緒じゃん。めっちゃ釣れるんじゃないかなと思う。釣れません。クランク。
ジャンボグラムのテキサス。よっしゃ。しゃ。これいけんじゃない？優勝いけるかも。いやー長かった。なんかさっき行くのこれがあったような感じがして、もう手が震えてる。違うのかなと思って。いやー来てよかった。みんな連れてないって言ってた。よしもう一本もう一本。しゃよし行こう、はい、動画回しわけね。これ回そうね。あとで名前入れて重さ入れてください。960スピナーウェイト1本です。1100これでいいんす。長いけどそういつも長くて細い。あと残りは4人。更新1770。おお今ビッグフィッシュ。
わ、腹がでかい。体がでかい人は魚がちっちゃく見えるかも。1942、はい、さあって1戦目のリベンジ、ね、これの方がちっちゃいと思う。これもう測ってないもん俺も。はいどうぞ。僕ね測っちゃいました。もう最後疲れた時測った。いやでも俺もでかいよ1本は。マジっすか。太いよ。流れあーねー1本目ね。これ一番でかいやつ。どうすかね。あーちょっと厳しいな。俺も同じぐらい。いやごめん無理無理。これが一応太いかな。いやー負けだすごい。5780です。5780。負けた。完璧負けた。いや最高リードの測ったけど。4500。シャー。あ、違う。俺もすごい。これ測って。リク。リク。リガシャー。よっしゃー。2050。これで一気に直す。いけーぞ。はい、第2戦目。結果的には2位でした。ちょっと1位には届きませんでしたけども、多少こうバラシとかもあったんで、あの辺は今後の課題ですけど、まあ、年間もまだ1位なので、次第3戦目また上位に残れればいいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。